物語の舞台は大自然にあふれた宝円地方。おお、すごい、自然あふれてる。ほら、ゲハントが飛んでる。平和ですな。うん、お、水が本当に綺麗。すげえ。すごいね。すげえ。キャモメ。キャモメだ。キャモメだ。キャモメ。XY のカロス地方は大都会でしたけど、今回は大自然なんですね。本当ですね。そして主人公はこちらです。今回ももちろん男の子と女の子から選べちゃいます。そして腕にはメガ進化に必要なキーストーンを埋め込んだメガバングルを身につけてますね。メガバングル、チェジュガイン、すごいな、かっこいい。お、男の子いいな。すげえ。冒険の大きな分かれ道、最初のパートナーはこの3匹のポケモンから選ぼう。草タイプは森トカゲポケモンのキモリ、炎タイプはヒヨコポケモンのアチャモ、水タイプはヌマウオポケモンのミズゴロウ。君はどのポケモンを選ぶ？さあ、続いての新情報はこちらでございます。新たなるメガ進化ポケモンが登場。なんとメタグロスがメガ進化したメガメタグロス。メガ進化するとこんな風に変わる。素早さが大きく上昇。メガ進化するとスピードが上がっちゃう。メガ進化ないじゃない。完璧でしょ。うわー、どうなる。うわー、僕使ってましたもん、サファイアの時にやってて、あれでもすごい強かったのに、それ以上強くてスピードも上がって最強じゃないですか。このメガメタグロスの使い手がこちら、ダイゴ。わ、こいつもいいね。やばい。ダイゴはメガ進化の起源や伝説のポケモンを探し求めている物語の鍵を握るキャラクターなんですよ。そうか、これ相当手強そうですね。いいな、チャレンジってことは。そしてですね、宝円地方で主人公の前に立ちふさがるのはこちらです。マグマ団とアクア団。ポケモンオメガルビーではマグマ団が、そしてポケモンアルファサファイアではアクア団が立ちふさがります。なるほど。2つのバージョンで異なる物語が繰り広げられるんですよ。そう、陸を広げたいのがマグマ団、海を広げたいのがアクア団ということで、目的が違うので2つの組織は対立しているんです。主人公は一体どうやってマグマ団とアクア団に立ち向かうのか、そして敵対するマグマ団とアクア団は一体どうなるのか。かっこいいでしょこれはね。そして続いての新情報はこちら、スーパー秘密基地が作れる。世界に1個、宇宙に1個の自分だけのオリジナリティが出せちゃうんですよね。それでしかも友達に見せれるんですよね。模様替えで好きなグッズを置いたりカスタマイズできるから、自分のセンスが世界中のみんなに伝わっちゃう。おしゃれになりたいな。通信機能を使えば他のプレイヤーの秘密基地に遊びに行けちゃうので、うわ、これ嬉しい。ね、知ってみたいな。楽しい、はい、そしてそこで出会った他のプレイヤーを自分の秘密基地に連れてくることもできちゃうという。なんていうか、もう世界平和ですね。すごいな、夢が広がる。友達になっちゃうよ。さあ、続いての新情報はこれすごいですよ。こちら、みんな大好きピカチュウですが、なんと今までに見たことのないピカチュウが登場。それでは今まで見たことのないピカチュウが登場。こんなピカチュウが登場。なんだ、なんだ、ハードロックピカチュウ。かわいい。かっこいい。え、うわ、怖い、ちょっと悪い。どうしちゃったのピカチュウ。かっこいい、強そう。そしてマダム。何これ、超かわいい。何これ、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 まつげついてる。あ、かわいい。スキレット、まつげ、かわいい、かわいい、やばい、やばい。アイドルになっちゃったの。あ、まつげ増えた。目がキラキラしてるよ。かわいい、目がかわいい。何これ。そしてドクターピカチュウ。ドクターピカチュウ。おー、あ、これもいいな。この三つ編みはどっから。かわいい、かわいい。何これ、ついてる。いい、いい。どうしてこうなった。そしてマスコットピカチュウ。マスコットピカチュウ、マスコットピカチュウ強そう。これはなんだ、これは。めちゃくちゃ怖い。空中散歩やりそう。マスコットピカチュウか。そしてツボにはまってる。さらにピカチュウに関するこんな映像もあるの。え？ど
うわかっこいい。なんで何でこれ。なんだかステージに立つスタチューですが、何かのコンテスト会場みたいにも見えるような。どういうことだ。さあこのピカチュウは一体何なんでしょうか。楽しみだ。ちょっとポケットモンスターシリーズ最新作ポケットモンスターオメガルビーアルファサファイアの情報。